たかな。水の流れが結構激しいよね、この川。おい、慣れないね、ジャンプ。マリオも X だったっけ、どこだっただろう。オデッセイ、マリオオデッセイはやったんだけどね、だいぶ前だから覚えていない。おい、あ、設定で B に変えれる。あ、それもちょっと考えとこう。まあでもこれ慣れた方がいいっちゃいいかもしれんけどね。他のゲームもそうだったらさ、めんどっちいことになる。あ、なに、ヤギ、狩り、狩り行くよ。ちょっと爆弾がさ、転がりやすいようなとこにさ。おい、なんで銭出てくんの。君じゃないんだよ。あそこもでも、あー、もう渡っちゃったけど、まあ行くか。あそこにも宝箱あるな。よいしょ。お祭りしてる。なんか悪いやつじゃなさそうなんだよな、あいつら。すごいお楽しみのところ、あ、届かなかった。あれ、なんかちょっと悟っちゃった。まず遠いかな、もうちょっと近づくか。お楽しみのところ申し訳ありません。なんかすまないね、なんか悪いな。パリピってたところなんかごめんなさい。実はこいつらだって悪いやつじゃないんだよ、きっと。だってさ、あれだよ、火を囲んでダンスしてただけなんだよ。でもまあしょうがないんだよ、勇者だから。こっちはオープン。だってやつらの、おお、いいじゃん、兵士の盾。やつらのものを奪わないと、略奪を繰り返さないといけないんだ。よいしょ。テロリスト。テロリストと言っても過言ではない。爆弾魔だよね。あっちにもいる。あそこに塔があるな。あ、さっきと同じ。うまい、あそこ、すみかかな。なんかこの、水流がね、こっち見てる。ゲームやってると考えさせられちゃうよね。どっちが正義なのかみたいな。あいつら悪いやつじゃないじゃんってなるよ。しかも先制攻撃してるから。オッケー、クリティカール。お、みっかんさん、ありがとうございます。いやね、今だから逆にいいかなと思っている。やった人はやった人でさ、ネタバレにならないしね。なんか RPG ってね、最新でやると結構ネタバレになるから見れないっていう人もいたりとかするんだよね。でも、オッケー、いけた。バットが壊れた。だけど今だったら安心して見れるでしょ。
あとは撲夏したかったけど、撲夏できなくて撲夏感ある。ゼルダやってる。うん、魚捕まえたりとか、昆虫捕まえたりとか、鳥に爆弾ぶつけたりとか、楽しい。あ、何あれ、イカダみたいのあるんだけど、イカダ乗れるのかな。とりあえず塔行くか。何これ、おしゃれ。すまないね。よっ、待って、私爆弾、あれ嘘、今ヒットしなかった？めっちゃなんかジャストミートだと思ったのに、爆弾投げる位置うまないってなったのに全然あ、待って、ハートがやばい、やばい、ちょっと待って、回復しとけばよかった、もう余裕やわと思って。よし、こんだけあれば大丈夫。おいしょ、なんか水の中入ったら死んじゃうのかな。あ、待って、宝箱ある。偶然、偶然見つけた。よし、磁石。おお、めっちゃ埋まってる、マジか、沈んでんだけど。なんで私2回ジャンプしちゃうんだ。連打しちゃう癖がある。あ、まだか。ここでグイーンって今宝箱いけるかと思ったんだけど。いけるっしょこれで。あれ？あれ？宝箱どこ行った？消え、あ、下になってる。ここはダメなの？これは磁石じゃないとダメってこと？表面にないからか。なるほど。よし。逆にめんどくさいことしてたわ。オープン、琥珀。お、魚がピチピチ言ってる。またこの石は怪しくないか。精霊おるんちゃう。ういー、来た、またうんこ持ってきた。うんこ3つ溜まったぞ。体の上、とりあえずここに来てるか。よし、槍か。槍もでもリーチが長くて使いやすくはあるから、うん、これ、これ捨てるか。サビタの捨てて槍取るか。兵士の槍、ままだからよかった。
これイカダ使えんのかな。え、なにこれ、ただのオブジェクトにしてはなんか意味深なんだけど、ここにあるの。さっきのと、あれか、ゴブリンたちが使ってたやつか。オールがないね。あ、わかった、これ止めて力を加えたら行くのかな。で、あ、無理か。なんかなりそうな感じするんだけど。オールか。死んだらペナルティない。ちょっと前に戻るだけ。優しいゲーム。もうおらんがな。さっき溺れ死んだんや。彼方に飛んでった。じゃあ塔の方に行ってみるか。塔に行ったらまたワープできるポイントにもなるし、見えるでしょ。よし、双子山の塔、これで行けるの。あ、スタミナが。よっ、はっ。おっと、ジャンプすると早いけどめっちゃスタミナ減る。よし、もうちょっと。よっ、よっ、ほっ、よっ、ほっ。ボイーン。頑張りを上げてよかったよね。でもほんとジャンプって一瞬で解けるんだけど。あぶねっ。オッケー。このハイラルの土地でシーカーストーン初めてこれ使った。塔に乗ったぞ。こうなるとどうなるの。なんか音楽が、おお、みなぎったパワーが。ほんで、あ、これワープできるようになったやつか。これで周辺情報の入手を開始します。お、そんでマップがまた更新される。うん、頑張り上げといてよかったね。広っ、ハイラル広っ。結構目的地までまだ遠いね。新しい機能を追加。何？シーカーセンサー。到達してない試練の祠に近づくと反応を示す。強く反応する方向へ向かえば祠へとたどり着ける。あ、祠がめん、なんか見つけるのがめんどくさくなったのかな。だって強くなんなくても分かりそうだけどね。シーカーセンサーが起動。あ、そういうことか。ま、アイコンが追加された。センサーアイコン。へえ、なるほどね。ここからまたハイラルの大地、ハイラルの大地で祠を探すってことか。
よし、ということで一回ここで枠を閉じようと思います。私もちょっとご飯食べたりとかね、お腹が空いてきた、獣肉見たりとかなんとかしてたらさ、ご飯まだ食べてないからご飯を食べていきたいと思います。よかったら、ここまで見てない方は、アーカイブ見てもらうなり、チャンネル登録、あとグッドボタン押してくれたらとっても嬉しいです。ちょっとねここら辺でまた新しいマップに入ってから、ゼルダはね結構長くなりそうだからゆっくり楽しめたらなと思ってます。もしかしたらまとめの動画も見やすいように作るかもしれない。そちらもね、まあちょっと考えてみようかなと思ってます。ではまた、次枠、次枠やるとしたら、まあツイッターで告知しようかなと思います。9時とかは過ぎるかも、ご飯食べるから。ということでまたね、バイニャー。